さてと、バスが来るのを待つとするか。時刻表によると次は15分後くらいだな。しかし随分と便利だよな。夜の11時まで運行してるみたいじゃないか。運賃の方もお手頃ですし、市の運営とのことですが、採算は取れてるんでしょうか。まあそれだけ市の方でも病院を重要視しているみたいね。財政的には余裕があるし、市民の要望も高いみたいだから。なるほど。ま、気軽に病院に行けるのはやっぱりありがたいかもしれないな。綺麗な夕暮れね。はい、なんだか目に痛いくらいです。はあ、しかし動力車ってのは随分と楽ちんだよな。うちでも専用の車が使えりゃよかったんだが。ま、無理だろうな。他の捜査課では車が使われているみたいだけど。確か捜査一課では捜査員一人一人に専用車が用意されているはずです。そうなのか。それはさすがに優遇しすぎだと思うけど。やれやれ、こういう時に日陰者は辛いね。まあないものねだりをしたって仕方ないし、それに街道を歩くのだって結構な鍛錬にはなると思うぞ。不本意ですが、そうかもしれませんね。でもさすがに今日はこれ以上の調査はしませんよね。ああ、残りは北の鉱山町だ。さっきも言ったように今日は帰ったら調書をまとめて明日改めて訪ねてみよう。了解です。さすがに疲れたものね、今日は。でもセシルさん、よかったな。よし、今度は合コンにかこつけて個人的にお近づきを。ランディは元気だな。レミフェリア広告だ。なあに、しばらくといっても2ヶ月くらいで済むだろう。場合によっちゃ半月足らずで帰ってくるかもしれんしな。そ
それは分かったけど、兄ちゃん一応は警察の捜査官なんだろ。そんな長い間旅行なんかしてもいいのかよ。お、なんだなんだ、お兄様が留守にするのがそんな寂しいのか。もうロイドキュンたら寂しがり屋さんなんだから。2ヶ月と言わずに2年くらい旅行してれば、僕そのくらい一人で平気だし。そうそう、調子に乗りました。実はな、これには深い訳があるんだよ。トップシークレットってやつだ。うさんくさいな。ちなみに聞くけど、どんなシークレットなのさ。おお、よくぞ聞いてくれた。実はとびっきり可愛い女の子をエスコートしながらの旅なんだ。へ、その子と一緒にうるわしの北国レミフェリアへ逃避行っていうわけだ。どうだどうだ、うらやましかろう。とまあ冗談はこれくらいにして、俺がいない間お前の夕食はお隣さんにお願いしといたからな。朝昼くらいは自分で何とかしろよ。いや、食事くらい自分で何とかできるけど、じゃなくて可愛い女の子って一体どういうつもりだよ。そんなことセシル姉に知られたらどうするつもりさ。え、なんでそこにセシルの名前が出てくるんだ。なんでって、なあ、もうセシル姉もなんだってこんな鈍感なバカ兄貴を。ああ、っていうかセシルにはもうとっくに話してるんだが。な、なんか妙な誤解があるみたいだな。旅って言っても一応警察の出張の仕事だぞ。それにその子はまだ歳なんだからな。夢か、懐かしいな。あれはいつ頃だったっけ。確か俺が12、いや13くらいだったか。そういえば確かその後で。はい、ロイドです。ああ、起きてたか。調書ってのはもうまとまってるのか。あ、はい、昨日の調査に関しては一通りまとまっている状態です。結構だ。とっとと支度をして全員で課長室まで来い。お前たちに客人だ。失礼します。そうな、副司令。やっぱ予想通りか。おはよう。お疲れ様です。おはようございます。やはりお客様というのは副司令だったんですね。ああ、ちょうどさっきこっちを訪ねてきたんだ。お前たちの調査について聞いておきたいらしい。それは構いませんが、ずいぶん急な話ですね。まだ鉱山町方面の調査が終わっていませんが。悪いわね、急かすつもりではなかったんだけど、こちらの状況が少し変わってしまったのよ。状況が変わった。実は昨日までうちの方で鉱山町方面の警備巡回を行っていたんだけど、今朝をもって完全に引き上げることになったのよ。警備を引き上げるって、
確か鉱山町に魔獣が現れたのは3日前のことですよね。ええ、こちらとしてもせめて1週間くらいは警備を続けたかったんだけど、警備隊司令からのお達しでね、これ以上無駄なことをするなって。無駄なことって、ち、あの腰巾着親父か。ランニー、知ってるのか。俺がベルガード門に詰めてた時、何度かお目にかかってるからな。一応警備隊のトップだが、帝国派議員のお偉いさんと深いつながりがあるらしくてな。ろくに仕事もしないで接待ばかりやってたみたいだぜ。噂には聞いていたけど、やっぱりそんな人だったのね。ですが、魔獣の被害を放っておくというのはさすがに問題があるのでは。ええ、その通りね。局地的な魔獣の被害なら最悪遊撃士協会に任せるのもありだったけれど、今回は被害の範囲が広すぎる。警備隊としてもこれ以上は看過できるわけがないわ。問題は3週間にわたって魔獣の正体が突き止められなかったこと、そして広範囲とはいえ実際の被害状況がそれほど深刻ではなかったこと、それを理由に司令閣下からストップがかかったんです。そうだったのか。ああ、そういえば紹介してなかったわね。彼女はノエル総長。まだ若いけど戦闘能力、運転技術ともに優れていてね、私の護衛やサポートをしてもらっているわ。ノエル・シーカーです。改めてよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。あれ、シーカーって、ひょっとして警察本部の受付をしているフランさんの。ええ、姉になります。いつも妹がお世話になっているみたいですね。こちらこそ妹さんには世話になりっぱなしですよ。しかし、なるほど、君がノエル総長だったのか。聞いてるぜ、タングラムモンの女性隊員で期待のホープがいるってな。自分の方もランディ先輩の名は伺ってます。いろいろな伝説をお持ちのようで、一度お会いしたいと思ってました。そいつは光栄だね。いろいろな伝説、やはり女性関係ですか。そうそう、俺がいかに同僚の女性隊員にモテまくって男どもから羨望の眼差しをだな。まあ社交辞令はそのくらいにするとして、各現状は伝えた通り、ちょっとまずい状況なのよ。打開できる要素があるとしたら、あなたたちの調査結果くらい。正直藁にもすがる思いで様子を確かめに来たってわけ。なるほど。では調書の提出と合わせて一通り説明させていただきます。なるほどな。どうだソニア、うちの小僧どもの手際は。期待以上ね。新郎の言い伝えに病院屋上に現れたルート、どうかしらノエル。正直驚きました。やはり本職の捜査官は目の付けどころが違いますね。目の付けどころというより発想法の違いでしょうね。うん、決めたわ。あなたたちには引き続き鉱山町方面の調査をお願いします。この調子だと思いもよらぬ真実が見えてくるかもしれない。ええ、こちらはそのつもりでしたけど。
例の司令殿の命令を無視することにならないですか？あなたたちへの要請まで取り下げろとは言われなかったもの。魔獣の手がかりが判明次第すぐに行動に移れるようにする。それなら問題ないでしょ。なるほどね。さすがにやり手でいらっしゃいますね。それにどうも魔獣たちに我々の動きを感づかれているらしいんです。大部隊で捜索するよりも少人数で行動した方が相手も隙を見せるかもしれない。それを期待したいところですね。なるほど、わかりました。とにかくこれから鉱山城に足を運ぶつもりです。ええ、お願いするわね。何か分かったらタングラム門の副司令部に連絡してちょうだい。それじゃ、セルゲ、例の話はまた後日にでも。ああ、了解した。あんまり無理すんじゃねえぞ。そちらこそ。ノエル、失礼しましょう。はい。それでは失礼します。忙しそうだな。そうね、早朝に鉱山町から撤収したばかりみたいだし。ま、無能な上司に振り回されてるみたいだからな。それでいて共和国方面への警戒もおろそかにできねえ。相変わらず貧乏くじを引いてるぜ。なるほど。そういえば課長と副司令ってお知り合いだったんですか？そういや、俺をここに推薦してくれたのも副司令だったんだよな。一体どういう関係なんすか？ま、昔馴染みってやつだ。それよりもお前ら、昨日は大変だったらしいな。今日は鉱山町に行くみてえだが、また歩いていくつもりだよ。昨日はそのいろいろと偶然が重なって。さすがに今日はバスで行こうと思っていますけど。なんだ、そうなんだ。てっきり遊撃士あたりを見習ってんのかと思ったぜ。遊撃士を見習う？どういうことっすか？連中の習慣らしいが、まず手始めに自分の足だけで周辺地域を一通り回ってみるらしい。スタミナもつくし、魔獣との実戦経験も積めるし、何より土地勘が得られる。一石三鳥って理屈らしいな。自分の足だけで周辺地域を。なるほど、連中そんなことをしてんのか。もしかして昨日会ったイステルさんたちも早速徒歩で一通り回るつもりだったのかもしれないわね。その二人だがどうやら大した経歴らしいぜ。なんでも去年起きたリベールの異変を解決するのにかなりの貢献をしたって話だ。リベールの異変って？あの王国中の動力が動かなくなったっていう。おいおい、マジかよ。それが本当なら相当な実力者なのもうなずけますね。ま、このクロスベルジャーお前たちより新米ではあるんだ。あっという間に追い抜かれて引き離されちまわないようせいぜい気張っておくんだな。今回の件も長引かせたら間違いなくギルドが出張るだろう。わかりました。解決に導けるよう努力します。それじゃあみんな鉱山町の方に行くとしよう。町の北口にあるバス停から出ているはずだ。切らした備品があれば町で補充した方がいいわね。念のため端末の方もチェックしておきましょう。ま、ぼちぼち行くとするかね。どうした？
もしかしてまた何か聞こえたの？はい、センサーの感度を上げます。アクセス。今のはかすかにだけど。ああ、魔獣の遠吠えだろう。ティオスケが気づかなかったら俺たちも聞き逃してたな。やはり今の遠吠えは山道方面から聞こえたようです。北北西に40セルジュくらいかと。北北西に40セルジュ、山道の途中あたりになるのか。ってことはそのエリ、ティオ、昨日に引き続いてこんなことを言うのもなんだけど。ううん、気にしないで。これも巡り合わせでしょ。私も大丈夫です。それに今の遠吠え、どこか語りかけてくるような感じがして。語りかけてくる？威嚇してるとかそんな感じか？いいえ、もっとはっきりとした意思みたいなものを感じて。すみません、うまく言葉にできないみたいです。そうか、どのみち警備隊が動いたら逃げられてしまう可能性が高そうだ。俺たちだけでなんとか見つけ出すしかないだろうな。そうね、頑張りましょう。本格的に山道を調べるとなると、いろいろと準備した方が良さそうね。ああ、それに他の支援要請をやってる余裕もなくなるだろう。一通りケリをつけたら山道探索を始めることにしよう。そんじゃま、準備を済ませたら楽しいハイキングと行きますかね。すごいな、絶景ね。私たちの住むクロスベルってこんなにも美しかったのね。ここまで歩いた疲れも吹き飛んでしまう気がします。しかし大都市から少し離れるとこんな自然が広がってるとはな。なんつうか変な自治州だよな。おっと、悪い、けなすつもりじゃなかったが。いや、言いたいことはわかる気がする。外国の町で2年くらい暮らしたけど、そこと比べるとクロスベルは確かにアンバランスかもしれない。そうね、私も留学とかであちこちの国を回ったけど、どこも伝統と自然の美しさを大事にしている国ばかりだったわ。でも私はクロスベルが決して嫌いではありません。良いところも悪いところも含めて引きつけられる感じがします。ティオ、ありがとう。ま、いろいろと刺激的な場所だとは思うぜ。俺たちみたいな縁もゆかりもない連中がなぜか集まっちまうくらいだし。
そうですね。確かにクロスペルあっての俺たちなんだよな。そう考えると悪いところばかりじゃないわね。また今度は随分はっきりと聞こえたわね。どっから聞こえたかわかるか。待ってください。アクセス、ジュッセルジュ北西です。地図と照らし合わせるとちょうど参道の分岐点ですね。わかった、行ってみよう。どうやらここが参道の分岐点みたいだな。狼型魔獣ってのは見当たらなさそうだが、また他の場所に移動したのかもしれないわね。左の方が高山町方面として、あちらの方には何があるのかしら。データベースにも該当する情報はありません。一応調べた方がいいかもしれませんね。ああ、先に進む前に確かめてみよう。ここは随分雰囲気のある建物ね。廃墟という感じでもないし、誰か住んでいそうだけど。お、そこに看板が出てるぜ。ここがエリー、知ってるのか。ええ、その筋では有名な人形工房よ。高価なアンティークドールを手掛ける天才人形師がいると言われているわ。へえ、そんな工房があるのかよ。私も名前くらいは聞いたことがあります。確かオークションなどで途方もない値がつけられるとか。ええ、いくつか見たことがあるけど、まさに芸術品という感じだったわ。クロスベルにあるとは聞いてたけど、こんな人里離れた場所にあったのね。天才人形師か。看板の警告といい、気難しそうな雰囲気だけど、話を聞かせてもらえないかな。おじいさんなら留守よ。女の子、この工房の子供でしょうか。この工房に何の用かしら。その怪しいものじゃないよ。俺たちはクロスベル市の警察の人間なんだけど。あら、警察の人なんだ。警察の人って街でしか見たことないけど、こんなところにも見回りに来るのね。ああ、その見回りに来たわけじゃないんだ。この辺りに出る魔獣について話を聞かせてもらえないかと思って。この辺りに出る魔獣、どんな魔獣について知りたいの。その狼の姿をした魔獣なの。おじいさんから聞いたことはないかしら。ううん、聞いたことないわ。でも、そうね、さっき遠吠えみたいな声が遠くから聞こえてきたけど、それのことかしら。ああ、そうなんだ。おじいさんは留守って言ったね。工房には他に誰もいないのかい。ええ、そうよ。夕
方には戻ってくるって言ってたけど。そうか。さっきも言ったように、この辺りで危険な魔獣がうろついているみたいなんだ。おじいさんが帰るまでお家の中にいてくれるかい？別に構わないけど。お兄さんたちについていくのも面白そうね。え？だってその狼さんと鬼ごっこをしてるんでしょ？それともかくれんぼかしら？とっても楽しそうだわ。確かにそう言えなくもないですね。なかなか面白いお嬢ちゃんだな。何があるかもわからないからちょっと連れていけないんだ。ごめん、うちの中にいてくれないかな。うん、つまらないわ。彼が治っていれば退屈なのも紛れるのに。仕方ないから今日もあっちに潜ってそばかすくんと遊んであげようかしら。それともガラスの城に遊びに行ってみようかしら。あっちに潜って、ガラスのお城。こちらのことよ。そうだ、まだ名乗ってなかったわね。レンって呼んでちょうだい。本当はもう一人紹介したい子がいるんだけど、あいにく右足を怪我してておじいさんの治療を受けてるの。そうなのか。人形か何かの話かな。どうやら狼さんとっても頭がいいみたいね。ちょっと遊んでみたいけど、レンはもう大人だからあんまりわがままは言わないわ。頑張ってね、支援課のお兄さんたち。ああありがとう。あなたも気をつけてね。なかなかユニークな女の子でしたね。その有名な人形師のお孫さんあたりでしょうか。ま、そんなところだろう。しかし、随分とまあ、ませたガキンチョだったな。とっても可愛い子だったじゃない。ちょっと謎めいた言い方がまた魅力的っていうか。ルイド、どうしたの？なんだよ、キツネにつままれたみたいな顔して。何か気になることでも？いや、大したことじゃないんだけど、あの子最後に支援課のお兄さんたちって言ってなかったか？あんなガキンチョが俺たちのこと知ってんだよ。まあクロスベルタイムズを見て支援課のことを知ったのかもしれない。それで俺たちがそうだと気づいた可能性はあるけど、それにしたって不思議な子だなと思ってさ。確かに。まあとりあえず狼型魔獣はこちらの方には来ていないみたいだ。一旦サンサロまで戻って鉱山町の方に向かおう。ええ、分かったわ。トンネル道か、かなりしっかりした作りだな。こんな山中にあるってことはやっぱりセプチウムの運搬のためか。ああ、そのはずだよ。確かクロスペルが自治州として成立した前後に建造されたんじゃないかな。そうすると70年ほど前のものですか。クロスベルといえばかつてはセプチウムの産地として有名だったそうですね。ええ、以前はそれをめぐって帝国と共和国が争ったくらいよ。今でも産出量は減っていないからとても重要な資源ではあるけど、
採掘技術が上がったことで他国に有望な鉱脈が見つかったから昔ほど注目はされていないみたいね。そうだな。今のクロスベルといえばやっぱり貿易と金融だろうし。またか。反響してやがるな。ティオちゃん、わかる？はい、行きます。わかりました。トンネル道を抜けた先の出口から聞こえたようです。わかった、行ってみよう。なんか抜け道っぽいが、鉱山町方面じゃねえよな。ええ、地図にも何もないわね。とりあえず聞こえてきたのはこっちの方ではないです。引き返した方がいいのでは。わかった、そうするか。いた。白い毛並み、新郎の伝承の通りね。ようやく現れたかよ。ここで会ったが100年目だ。とっとと成敗して。待ってください、その子敵意を発していません。え？ここは私に任せてください。おい、バカ、何やってやがる。大丈夫、平気です。やっと会えましたね。私たちに会いに来てくれたみたいですが、何か伝えたいことでもあるんですか？そう、やっぱり。ティオちゃん、言葉がわかるのか？言ってることがなんとなくわかるという程度ですわ。それで何を伝えたいの？それって、しまった！あんなところを行くのかよ。ティオ、彼は何を言ってたんだ？確かに俺たちに何か伝えたいみたいだったけど、そのニュアンスだけを伝えると、最後のかけらはこの先に、あとはお前たち次第だ、だそうです。最後のかけら？ええ、そんなニュアンスでした。信じるも信じないもロイドさんたち次第ですが。なあ、そういうことを言ってるんじゃないって。最後のかけらはこの先に、つまり一連の魔獣被害で不足していた最後の情報が揃うって意味じゃないか。ちょっと待って。リオちゃんが聞いた言葉が本当だったとしても、あの狼の言ってることをそのまま信じてもいいの？ああ、各地を襲っていた張本人だ。そんな知能があるかどうかともかく、騙してる可能性はねえのかよ。いや、どうやらさっきの狼は各地を襲っていた狼型魔獣とは別物の可能性が高そうだ。おいおい、どうしてそうなるんだよ。ああ、それは、村と病院での調査ではさっきみたいな遠吠えが聞こえたという証言はなかった。それに研修医のリットンさんの話では、襲ってきたのは真っ黒な姿の狼みたいな魔獣だったそうだ。そういえば確かに結構違いがあるな。まあ、だからといってさっきの魔獣が犯人じゃないと断定まではできないけどね。
あいつがボスで手下の黒い狼にやらせていた可能性だってあるわけだし、群れで行動している以上その可能性もあるわけですね。でも本当に違うのなら考えを改める必要がありそうね。狼型魔獣は2種類いて、それぞれ別々に動いているって。ああ、そういうことだ。そのうちさっきの彼も含めた白い狼が伝承にある信号で、未だ尻尾を出してない黒いやつが各地で悪さをしてた連中ってわけか。なるほど、辻褄は合うな。はい、私もそんな感じがします。さっきの子、少なくとも悪意は感じられませんでした。ああ、俺もそう思うよ。最後のかけらはこの先に。この先というのはやっぱり鉱山町のことかしら。なあ、間違いないだろう。近くまで来たことだし、予定通りこのまま訪ねてみよう。ええ、分かったわ。しかしあとはお前たち次第だね。どうでもいいけど、やたらと偉そうな物言いだよな。そうですね、なんというか少しばかり舐められていたとは思います。まあそれはともかく、最後まで気を抜かずに調査した方が良さそうだな。ええ、なんとか手がかりを見つけられるといいんだけど。